ピンポンパンポーン。この動画は以下の成分を含みます。 OK な方はそのままお進みください。皆さんおはこんばんにちは。コーヒー派のゆっくり霊夢だよ。同じく皆さんおはこんばんにちは。紅茶派のゆっくりマリサだよ。今回は対空戦車の解説をしていくよ。対空戦車とは、戦車の車体と対空砲を組み合わせたものだよ。対空砲ってなんだぜ？対空砲とは、機関銃や大砲を用いて飛行機を撃ち落とすものだよ。背景はどういうことなんだぜ？気にしたら負けだよ。で、なんでその対空戦車が作られたんだぜ？戦車の車体を利用した機動性で前線の戦車部隊についていき、前線部隊を敵の飛行機から守るために作られたんだ。同じようなものに自走式対空砲があるが、この辺の違いがはっきりしてないんだよな。このチャンネルでは対空戦車は自走式対空砲の一つの分類として認識するよ。そして対空戦車は戦車の車体をしたものと認識するよ。これはあくまでこのチャンネルでの分類だから公式の分類ではないよ。今回は主にドイツの対空戦車について解説していくよ。なんでなんだぜ。そもそも自走式対空砲がいる時点で、制空権がないから。あさし。それでは最初の対空戦車を見ていきましょう。これが第一次世界大戦末期に開発された対空戦車のフラッグパンツァー A7V だよ。戦車に対空砲を乗せただけじゃねえか。見たまんまだね。戦果とか経歴とかが一切わからない謎戦車だけど。おお、怖い怖い。なので特に言うことがありません。手抜きオツ。それでは次に移りましょう。4号対空戦車イルベルイントだよ。1から3まではどうしたんだぜ。1号は分類上自走式対空砲で、2号と3号はそもそもないし、それと戦車の車体を使った対空砲はイルベルイントまでにいろんなものがあったが、正式名称に対空戦車の名前を持つのはイルベルイント以降で、それ以前のものは名称上自走式対空砲扱いとなっているよ。めんどくさい分け方してんな。苦情はドイツ軍にどうぞ。この対空戦車が開発された経緯としては、メーベルワーゲンの不足を補うのと、より確実に乗員を防護できる対空戦車が欲しかったからなんだよ。そのメーベルワーゲンとやらはどんなやつなんだぜ。こいつだよ。走行板があって普通に乗員を守れそうなんだが。戦闘時はこうなるんだが、ダメだこりゃ。ということでイルベルイントが作られたんだ。そしてルベルイントが対空戦車の有用性を示してくれたよ。1944年12月18日、アルデンヌに投入されたパイパー戦闘弾は山道を進軍している最中に、P47 16機に襲撃されたよ。爆弾やロケット弾を装備した P47 に対し、戦闘弾の持つ有効な対空戦力はイルベルイントに用のみであり、あとは車載機銃で応戦するしかなかったんだ。絶対絶命なんだぜ。しかし P47 側は爆撃照準機がなく、攻撃する際に目標に向かって一定時間直線飛行を保たなければならなかったんだ。イルベルイントの社長は状況を的確に判断し、敵機の侵入コースを邪魔し続けた。30分にわたる激闘の末、P47 は戦闘弾に決定的な損害は与えることはできず、それに対してルベルイントは P47 を一機撃墜したよ。対空戦車めちゃくちゃ有能なんだぜ。それでも 20mm だと威力不足が目立ち、それ以降の対空戦車はどんどん強化されていくよ。当のイルベルイントも 30mm 4連装型が試作されてるしね。さっきの例を挙げると、オストイント、ケイリアン、クーゲルブリッツ、フラッグパンツァー E100 などがいるよ。一両対戦車自走砲混じってないか。気にしたら負けだよ。あとこのような考え方はドイツだけではなく、他の国でも同じようなものがあったよ。どんなのがあるんだぜ。例えばソ連の ZSU-57 などがそうだね。57mm 機関砲を2門装備しているよ。さっきから思ってたけどなぜこんな大口径機関砲を装備してるんだぜ。飛行機を撃墜するなら 30mm でも十分なんだぜ。なぜならジェット機が主流になってて、飛行機が速すぎて狙いにくいからなんだ。その
ため一発で敵機を撃墜できる大口径機関砲が採用されたんだ。こいつの場合はどちらかというと対地に優れてるけどね。なんでなんだぜ。ほら、大口径だと砲塔が重いから砲塔旋回が。あ、察し。そしてこの ZSU-57 2の次に開発されたのがかの有名な ZSU-234、シルカだよ。こいつなら私も知ってるぜ。ちなみに武装は 23mm 4連装機関砲だよ。あれ、武装が今までと比べたら弱体化されてる。実はこのタライみたいなのがレーダーで、それを用いて優れた火力と命中率を出せたんだ。このシルカは世界初のレーダー搭載対空戦車で、今までの対空戦車の常識を変えたんだ。そしてエジプト軍に配備されたシルカは第4次中東戦争初日にイスラエル軍機を約40機撃墜したんだ。イスラエルさんお疲れ様です。そして低速なヘリヘの対抗力として対空戦車が見直されたんだ。でもそれなら対空ミサイル使ったらいいんじゃないんだぜ。ジャフやフレア巻かれたらどうするの。あ、なので電波障害に強い対空戦車は防空網最後の砦として今日も活躍してるよ。さっき言ったようにミサイルには弱点があるので対空戦車がミサイルを搭載してる時もあるよ。あと最近の対空戦車は捜索レーダーと追尾レーダーと2つのレーダーを持っており、より高精度な対空射撃ができるようになってるよ。そうそう、付け足して言っとくと対空戦車が有効なのは低空だけで、高高度から爆撃されたら何もできないからね。今回はこれで終わりだよ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうなんだぜ。